はい、はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、eFootball 2023アプリ版のをやっていこうと思うんですけれども、今回は今週新登場した獲得必須のめちゃくちゃ強いフォーメーションをね、今日は皆さんでご紹介していきたいと思います。いや、このフォーメーションは本当にね、多分誰が使っても強いって言えるぐらい本当にいいね、新しいフォーメーションになってるんで、よかったら最後まで見ていってください。ってことで、そのフォーメーションが、はい、こちら、リオグランデバレー FC から41223のフォーメーションですね、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、先日のねおすすめフォーメーション解説動画でもね軽くご紹介していったんですけれども、このフォーメーションは今週新登場しておりますということで、マジでめちゃくちゃ貴重でかなり強いですね。まあ詳細を解説していく前に、まずはねこのフォーメーションの設定方法からね今回も解説していきたいと思うんですけれども、このフォーメーションがエキストラ言っていただきまして、ユーザー情報、そしてドリームチームですね、そしてベースチーム、で、こちらの北中米ですね。で、この USL チャンピオンシップを押していただきまして、こちらのリオグランデバレー FC ですね。下から2番目にあるんで、こちらを選択していただきまして、はい、そしてこちらの画面に戻ってきましたら、人型のマークからフォーメーション変更初期設定を押していただくと、はい、こんな感じでね、こちらのフォーメーション変更することができるんですけれども、まあ、このフォーメーションがね、一番似てるのが、まあ、今までもね、かなり人気のセパハン FC っていうね、フォーメーションとかなり似ているんですけれども、まあ、このね、433の、まあ、2トップのベーシックな形なんですけれども、このね、トップ下2枚が、初期設定だとね、この CMF になっているんですけれども、ここをね、OMF にできるっていうのがね、一番のポイントかなと思います。両方 OMF にすることができますね。まあ、そして、まあ、この形だったらね、セパハン AC と一緒だと思う方いるかもしれないんですけども、何が違うかって言いますと、この OMF がより中央に寄っているんですよね。セパハン AC のフォーメーションだと、これがね、もう少しワイドになってるんで、まあ、サイドからより攻めやすいって感じになるんですけれども、これはね、完全に中央型ですね。本当にこの OMF が近い距離感で中央に寄っているということで、これはかなり珍しいんじゃないかなと思います。まあ、ただでさえね、433のこの形で、この OMF を2枚置けるっていう形だけでもね、珍しくて貴重なんですけれども、そこでさらにこれが中央に寄っているということで、まあ僕の体感なんですけど、どちらかというと、まあ、イーフトやってる方はね、こう中央から攻めるのが得意な方が多いんじゃないかなって思うんで、まあ、好みではあるんですけど、結構ね、このより中央に寄ってる形、かなり強いんじゃないかなと思います。まあ、サイドよりかは中央から攻めるのが得意な方はね、このフォーメーションかなりいいんじゃないかなと思います。まあ、僕は今週こんな感じでスカッと組んでいましたね。キーパークルトワで、グバルディオル、でまあ、アケが意外といいね、今週使ってみてます。で、ダイク、パバルトで、ビエラ、で、このトップ下2枚なんですけど、まあ、ネイマールとカカということで、まあ、2人ともね、攻撃的な選手僕は置いてますね。一応、まあ、片方を CMF とかにして、まあ、こんな感じで使ってる方もいるんですけれども、まあ、好みであると思うんですけど、僕は、まあ、なるべくここはね、チャンスメーカーとか、2列目からの飛び出し選手とか使って、まあ、こう抜け出してくれる形で使ってあげるといいんじゃないかなと思います。本当ね、まあ、ここ距離感が近いんで、こう、より中央から裏抜けしてくれるんで、そこもいいポイントかなと思いますね。サイドに関しては、まあ、使いやすい選手ですね。ソン・フンミンとメッシュを置いてますと。で、CF にムアッペといった感じですね。ベンチメンバーはこんな感じになってます。まあね、ディフェンスラインとか中盤が全員調子いいんで、本当に前線の選手ばっかり置いてますね。まずはマラドーナってことで、これはね、OMF もね、ウイングもできるんで、まあ、調子いい選手と交代して使っていこうかなって感じですね。で、ロマーリオに関しては、ムバペとロマーリオ調子いい方を使っていこうって感じで、あとはスパサブですね。グリーズマン、ムシアラ、トニークロス、レアオン、ベンエデルは完全にスーパーサブ枠で入れてます。で、今回もチームスタイルはショートカウンターを使ってますね。まあ、ショートカウンターかロングカウンターが、このフォーメーションは強いんじゃないかなと思います。まあね、これ433の形は非常に人気で、まあ、セパハン FC をね、使ってる方が本当に、まあ、eフットボールで一番人気のフォーメーションって言っても過言じゃないぐらいね、まあ、1、2を争うぐらいの人気のフォーメーションかなって思うんですけれども、そこに割り込んでくるぐらいかなり優秀なフォーメーションだと思うんで、ぜひ皆さんこのフォーメーションは絶対に獲得してね、保存までしていただけるといいんじゃないかなと思います。テックオートじゃ早速ね、この4123のフォーメーションを使って、試合の方やっていきたいと思います。はい、てことでマッチングの方をしたので、まずは選手のコンディションを見ていきましょう。ということで、まあ、普通な感じですね。もうちょっと調子良かったらよかったんですけど、お、これはマラドーナが調子いいんで、マラドーナ先発で、じゃあどうしようかな。カカと変えて使っていきますか。よし、じゃあこれで先発行きましょう。お相手の方は、はい、ということで、お、4-1-4-1のフォーメーションですね。割とこれは、まあ、守備が硬いのと、2列目からの飛び出しがね、結構すごいんで、まあ、裏ケアをしっかりしないといけないですね。はい、というか、すぐ試合やっていきましょう。
はい、よろしくお願いいたします。ということでやっていきたいと思います。まあ、このフォーメーション僕今週ずっと使ってるんですけど、マジでめちゃくちゃ強いんでね、まあ、セパンを使ってたんでね、まあ、使い慣れてる感じではあるんですけれども、マジで使いやすいです。ここもこの抜け出しネイマールいける、これいける、これいや無理か。このやっぱ OMF の抜け出しがねマジでえぐい。もうしかも今みたく中央からさ本当に抜け出してきてくれるんで、ナイス、いいディフェンス。中一回使おうか。マラドーナ、これパスがちょっとえぐくない、そのパスそんな伸びる。んこれ下ね、しっかりこのボランチ、そうビエラを下げなくちゃいけないですね、このフォーメーションは。ナイス、どうしようかな、これ縦出してと、でサイド、これウイング浮いてくるのいいですね。ウイング浮いてくるとね、こう抜け出してきてくれるんで、ナイス。でもう一個頑張って使いたい。ナイス、中いけんじゃねこれ、中いけんじゃねこれ、来た、コンカー、ん完璧じゃないこれ。めちゃくちゃ攻撃しやすいし、これいい攻撃ですよね。やっぱり CF に入った時に結構ね、このウイングがいい感じで空いてくるんで、そこを使ってあげるといいですね。いや、いい形で先制点取れましたね。ナイス、パバール、ここ当てて、うん、いける、ナイス、ここ中でいけるかな、ナイスナイス、中使えたら逆を見る、これここです、ここが浮いてくる、ナイス。ちょっと一回シューキャンかませるかな、これ、うわ無理か、このパスズレね、今のトーンだね、きついけど、まあまあ、形としてはね、いいんじゃないかなと思います。ここ、んラッキーすぎる。あー、これ、落ちて、いやー、無理か、こっち使って、マラドーナ、今回。オッケー、ナイス。相手のミスから、いい感じで2点目ですね。いや、これもね、まあ結局、相手のミスからではあるんですけど、まあ、マラドーナもね、OMF で起用してるんで、相手は前線から人数かけて、こう、攻撃できるのいいっすよね。なんで、ビルドアップとか相手がミスしてくれたらね、ショートカウンターとかもかなりの人数かけてすることができるんで、それはいいポイントっすね。これめっちゃうまい、危な。はい、ということで、じゃあこれも下からつないでやっていきますか。下当てて、ここ縦当てる、したら中、これ、いや、ここの抜き出し、これがめっちゃいい。で、ここサイド使えないか、今使えたらめっちゃいいビルドアップの形だったんだけどね。あそこさ、大目がやっぱサポート来てくれるのがこのフォーメーションの良さっすよね。まあ、CMF と違って高い位置からね、サポートしに来てくれてるんで、それがいいね。ナイス。落ち着いてパスで、ここ使って、うわー、使えるか、ここ空いてる。ナイス。メッシー、メッシー、メッシー、マイナス。はい、ここ。落ち着いて、オゲイ。いや、3点目。これも綺麗な形で、まあ、やっぱりウイングですよね。まあ、OMA がボール持った時とかに、今みたくね、こうウイングが結構、ウイングじゃない、サイドバックが釣られて前に出てくること多いんで、まあ、サイバーがね、前に出てきてくれたら、そりゃ、こっちのね、ウイングが空いてきますよということで、もうそこを使って、あとは中入っていってシュートか、もう縦行ってクロスみたいな感じで、柔軟にやればいいだけですね。こことかも、あるよ、これ。パワーある。これ行っちゃっていいんじゃない？縦スルーパスある、これ。バペ、いい。今回。いやー、惜しい。あったぞ、これ。いやー、無理か。終わってくれ。じゃあ逆に、オッケーオッケーオッケー。前半3対0ということで、いい感じなのではないでしょうか。よし、やっていきますか。相手のシュートも0に前半抑えてたんで、そこも結構いいポイントですね。やっていきましょう。これはパスミスだね。まあもう85分なんで交代なしでやっていきましょう。ここ、開けナイス。したら下、当てて、これだっていけない？あ、いいボール、バペ。落ち着いて、強っ。何それ。これ、相手焦ってるよ。落として、いやー、そこじゃない。前半終了か。前半じゃない、後半も終了だ。はい、ということで、気づいたらもう1試合終了しましたね。前半終了かと思ったわ。はい、ということで、なんとか無事勝利しましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、後半は点取れなかったんですけれども、前半からね、まあ、3点取れましたということで、まあ、かなりの火力は見せれたんじゃないかなと思います。やっぱり、戦い方としてはね、こう、OMF とかボール持った時に結構ウィンがね、浮いてくることが多いんで、そこからね、縦入ってって、まあ、クロス上げたりとか、中切り込んでシュートとかっていうパターンがあるのがね、結構いいんじゃないかなと思います。まあ、このフォーメーションね、まあ、セパン SC もかなり人気ですけど、もう本当に一緒になったらね、それよりも強いフォーメーションなのかなというふうに思うんで、本当獲得必須だと思いますね。ぜひ皆さん獲得してみてください。はい、ということで、こんな感じでイフトボールを上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録ぜひぜひお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。